ってるかなみたいな。あ、ゆらちゃん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 何時だろうな。ごめんなさい、今からスタートですこれ収録もう回ってるよゆらちゃんをみんなで歓迎しようというコーナー。すみません、本当に電話で起きましたよかった、本当すみません。大丈夫だよ、パシャパシャパシャ、えらい、やめて。これはカエプルが落とされてしまいます。2枚いるよ、おかけとスタロー。さあ、これは取りました。ナイス、成長成長、ラムスがいいベイトでしたね。さあ、ということで第7回目の収録なんですが、今回は A さん、B2 がチーム戦に挑んでまいります。イエーイ。対人戦よりもちょっとランク上がってくるんですけど、お大丈夫みぞし。いやでも我々ね、うん、個人練習も含めチーム練習もしてきたんで、はいはい、いよいよこう絆をね使って、ちょっと神々ですね、私神々だねエンジンオフだったかもしれないですね、うん、あのいよいよね絆を使って戦う時が来たと思うんで、うん、勝ちたいですね。いや8回もね一緒にやってきたもんね。7回だ、まだ7回チーム戦をするにあたって LNS さんっていう、まあ、ロールのリーグを開催しているところにご協力いただいて、はい、チームを、まあ、募ったんですね。30件ぐらい、おー、すごい、うん、来たんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は、まあ、えりすぐりの一チームをちょっと選ばせていただいて、5対5のチーム戦を行っていきたいんですが、もう早速こちらスカイプでちょっと音声がつながっているので、はい、はい、今日の対戦チームリーダーのマラさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますゲーム界隈でめちゃめちゃ有名な牡蠣の漁師っていう、設定なんかガバガバ、はい、それ今回どうして応募してくださったんでしょうか。おばさんルー大好きで、で、あと女性が大好きなんで汗かけて、ゆらちゃん汗かけて、ファンなら分かってるよねってあの、負けてくださいあー、でもやっぱ勝ちたいっすね。罰ゲームも勝手に用意してるんで、こっちが、はい、僕たちが勝ったら、はい、めちゃくちゃ美味しい牡蠣を、はい、10キロ食べてもらうっていう。やったなんて怖い罰ゲームだ。そんな甘やかしちゃダメなんですって、マラさん今回のチームはどういったチームなんですか。そうなんだ。協力してもらってる方とか、あと皆さんのファンの人とか。なんか予想以上にちょっとね、下水集まりになってしまいました。我々一人一人からちょっと意気込みを回していきたいと思いますので。うわ、恥ずいなこれ。ちょっと恥ずかしくないですか。いやもう今日遅刻したんだから仕方ないです。すいません。てか待ちましたよね。まずごめんなさい。本当に。よろしくお願いします。はい、じゃあ回します。ボコボコにしてやるんだから。かわいいよ待って、これマラさんも罰ゲーム並みに恥ずかしいと思う今日は2戦させていただくということで、我々もガチで勝ちたいんで、勝ったら漁業を連れてってください。一緒に今回は勝たせてもらえるように頑張りますので、よろしくお願いします。皆さん一生懸命今日は頑張っていきましょう。はい、マラさんよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということでいよいよ対戦に移っていきたいんですけれども、このチーム戦というのはなかなか敷居が高そうですね。そうですね、やはり今までのマッチングの試合とは少し、異なるところがありますよね。まあ、前回に引き続きこの MVP システムも導入していきたいんですが、まあ、今回はもうガチの試合ということで、やはりまあいいプレーを見せた人にこの MVP ポイントを送っていきたいと思います。そしてですね、まあ、次の収録が最後の収録となるんですが、最も高い MVP ポイントを取っていた人にはですね、赤坂プロデューサーから焼肉券が送られるということになります。嬉しい。牡蠣も食べるという、今日は焼肉も食べれるのやったまあ、マラさんはね、先ほど負けたら牡蠣をということをおっしゃってましたけれども、あなた方たちが負けた場合はその牡蠣はテレビ東京の方で保管したいと思います。当たり前です。負けてなお牡蠣が食べられるなんて甘い企画にしたつもりは一切ございません。えじゃないの、えじゃないの、ご好意を、そんな無限に勝つ気でやってるんでしょ、だって。もちろん
を食べるということよりもロールで勝つ方が嬉しいでしょ。うんじゃないのよ。ハテナじゃないの。さあ、じゃあということで早速試合の方に移ってまいりましょう。はい、まあ、今までこちらは声掛けをして連携を取っていったというところですが、今度は相手もそのコミュニケーションをしながら、まあ、戦略を取ってくるということになりますので、はい、そしてどうやらチャンピオン変更がありますね。ミッドレーン、オトハスがバルザハールからニーコと。そうですね、はい、こちらどういうチャンピオンなんでしょう。そうですね、遠距離タイプというのは変わらないんですが、そのウルトのスタンが AOE 範囲攻撃になっているので、もう一気に試合の流れを変えることができるチャンピオンですね。なるほど。トップレーンがユラさん、ジャングル吉田山、ミッドレーンがオトハス、 ADC ミソシー、サポートカエプルという A3 ビームです。しんどい。小笠原水産というね、まあ、あの漁業に強いチーム編成で今回は漁業に強い、ね、うわー、始まられる、取られる、始まる、怖い、始まる、お願いします、お願いします、よろしくお願いします。緊張する。牡蠣食べたいね、牡蠣食べたいね、雑念が混じってる。サコリーさん、2チームのチャンピオン編成いかがでしょうか。そうですね、かなり CC スキルが多いので、誰かが捕まってしまった時に一人がすぐ落とされてしまう危険性が高いですね。なるほど。これはなんかラムスがゴロゴロゴロってくるから、もうそれ見たら、今回に関しては両者お互いのチームがかなりキャッチ構成と言われる捕まえる構成をしているので、トップレーナーやジャングルの声がかなり重要になってくるのではないかと思います。なるほど、トップとジャングルが、まあ、大事になってくるのではないかというお話がありました。ユラさん、吉田山、はい、意気込みいかがですか。もう練習いっぱいしたんで、できることをやるのみです。頑張ります。ユラさん、はい、ちょっと怖いんですけど、とりあえず行きたいなと思います。今日寝坊しましたけど、もう目覚めました。頑張ります。今日ね、本当ユラさんってあんな、お、あの、驚いた時というか焦ってる時ってあんな女の子らしい顔するんだな。嘘。焦ってグミ落としてましたからね。さあ、試合が始まりました。 A3B2 VS チーム小笠原水産です。来ないね。確認した方がいい。あっと、いきなり心はインベードできますか。タッチ捕まってしまった。カエプルが落とされました。ファーストブラッド、小笠原水さん、今のプレーというのは、これがチームの怖さですよね。やはり最初の1分半の間でもこのように戦闘が起きることが多いので、まさにやられたという形でしたね。5人固まり、まあ、グルーピングして相手のジャングルを侵入してきました。これ野良ではなかなかできないことですからね。そうですよね。くっそー。さあ、先手を奪った、意表をついたのは小笠原水さんです。やりよるな。まあ、でも今の1キルの重みというのはどれくらいありますでしょうか。チーム戦での最初の400ゴールドを取れるというのはかなり大きいことですね。であれば、まあ、リードを取っているこの小笠原水さん、あるいはこのまま試合を畳みにかかると。さあ、トップレーンではユラさん、はい、相手チームのトップレーナー、こちらツッチーさんですね。現在31歳。そして ADC 対決ですね、こちらミソシーに対して小笠原水さんは黒い選手、24歳の選手です。マイクがね、なんかね、うわー、引っ張ってきた、秘密長いな。ごめん。そしてサポート、こちらはカエプル、相手チーム山目屋さん、28歳の選手です。ゲームが好きな超一般人となりますね。そしてミッドレーン、こちらがニーコ対決となりました。オトハスと、こちらはクソアロレインというプレイヤーの対面になりますね。このニーコでの対面となると、本当にもうあと分けるのは技術ということになりますね。そうですね、ただサモナースペルの違いがあったので、そこがもしかしたら何か勝負の分かれ目になるかもしれないですね。あー、なるほど。あれ、引っ張られると嫌だな。さあ、ボストレーンですが、やや体力が削られています。ニーコチームジンあっと、ここは八代山のちょっと自陣ジャングルで相手が攻撃をかけてましたね。大丈夫です、ありがとう、いらっしゃー。さあ、ここブッシュ風に隠れていたのは相手チーム、逃げ切れません。吉田山2キル目獲得は小笠原水さん。
今のは隠れていましたね。そうですね、待ってましたね。しかもしっかりと敵のジャングルに入る際に味方の得意のを呼んで一緒に、戦おうという意思が感じました。こうなってきますと A さんの優勢はボット優位が取れればねというところではあるんですが、そうですね、どうなんでしょう、相手のボット編成というのは。アッシュというチャンピオンがその序盤のレーンにおいても脅威の強さを誇るので、はい、序盤あまり強くないジンクスだと厳しいと思いますね。なるほど、であればまあこれはもう構成上仕方がないと。そうですね、この時間帯は仕方がないことだと思います。であればどのあたりからその逆転の目というものが見えてくるでしょう。そうですね、このジンクスというチャンピオンは装備を揃ってからなので、その装備のハリケーンと IE というアイテムが完成したぐらいから、強くなるんだと思います。ですからまあ序盤押されてる風に見えましても後半どこかで形勢が変わってくるかもしれません、ボットレーンです。さあそしてトップレーンですね、こちらやはり三浦さんが少し追い込まれるような状況となっています。相手のランベルというチャンピオン動いてしまう。そうですね、火炎放射器を使った範囲攻撃でミニオンのプッシュが早いので、それを生かして先ほどもトップレーナーから相手のジャングルに一緒に入るような動きをされていたのと、ウルトがとても強力なので6レベルになってからが、怖いですね。ユラさんとしてはどう立ち回りましょうか。そうですね、まずは、ミニオンのこの押し合いに負けないように頑張ってミニオンを押すことと、相手が消えた際にそれについていけるかどうかというのが重要になりそうですね。このジャングルの、まあ、仮にジャングルの中で対面するとなるとどういう相手かなんですか。そうですね、ラムスというチャンピオンがその W のスキルで自動を固くして、しかも通常攻撃を反射ダメージで返すというチャンピオンなので、物理攻撃のチャンピオンですと捕まってしまうとかなり厳しいと思いますね。であれば吉田山にはどういった動きが求められますか。そうですね、できるだけそのラムスのいない場所で、ウルトを使った眼光を決めれたらいいのかなと思います。なるほど、このリコールはギリギリ間に合います。間に合いましたね。相手見えてましたね。大丈夫かな。ただ今ボットにラムスがいるという情報が分かったので、ボットの2人は気をつけてほしいですね。さあその付近にラムスがいるという情報を右下のミニマップで共有されています。あと大丈夫か。そのパイクというサポートどうなんでしょうか。そうですね、今かなり強いとされていて、そのウルトで敵を倒した場合に300ゴールドが自分だけではなく味方にも入るというパッシブがあるので、本当にお金をめちゃくちゃ稼げるチャンピオンですね。チーム全体がまあ強化されるということになりますね。崩すとすればこの時間帯であればミッドレーンでしょうか。そうですね、一番ガンクが決まりやすいのは。さあしかし吉田山、ここはなんとかブリンクアウト。相手のランブル、ラムスがすぐにインベードしてきますね。そうですね、ただ今ランブルのウルトが落ちたのでここから少しチャンスになりそうですね。スキルというのも、わー、取り付ければよかった。サボトレーン、ここもどうか捕まっているところ、パイプがここは距離を詰めてくる。マジごめん、ここは落ちてしまう。神戸市山原の水産3キル目獲得です。まだ平気。ミソシーとしてはどういう立ち回りが求められるのでしょうか。そうですね、今回かなり強気なサモナースペルの選択でフラッシュではなくテレポートとヒールという選択をしたんですね。なのでそのパイクに一度捕まってしまうとフラッシュがないと逃げ切れないので、とにかくパイクの Q を避けることが一番大事ですね。上に中じゃない、カメ来た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 。やはりこの辺り小笠原水産はガンクが決まっていますね。そうですね、連携がすごく取れてますね。さあ A さん B にもチーム内コミュニケーションを増やしていってほしい。これ2個ボット行ったかも。ボット、はい、うん、ボットの方向に歩いてった。いいですね、この辺り声がかかっています。はい、連携取れてます。押しても取ります。シールさん、9分と30秒です。やっぱいる、このボブシールさん、2個です。これ、ここはパイクで捕まって、クリスタルアロー決まってしまった。見事な CC チェインでしたね。3人に囲まれてはあっという間に溶けてしまいます。 ADC の成長がしっかり備えてきているのは小笠原水産です。このミゾシーを育てなければいけないのは A さん B なんですが、そうは問屋は下ろしません。さあカエプルさん、はい、少しちょっとミソシーが落ちていますけれども、ボットレーン厳しいですか戦況。うーん、厳しいです。はい、語彙力がありません。さあラムスが突っ込んできたボットレーン、
ここはどうかタワー下なんですが、にあっという間に削られてしまう。ごめんね、このラムスは落としました。ナイス、いやB2 としては粘りの時間帯になりますね。そうですね、試合時間を少しでも長く伸ばしていきたいですね。まあ、しかしトップ10で一つこう何か勝機が見出せそうな感じがありますね。そうですね、ここはランブルのキルチャンスかなりありそうなので、力を集めていきたいですね。さあどうだ、取りました。ナイス、ナイス、ナイス。寝坊のユラがしっかりとすいません1キロを取りました。この試合、ユラの活躍が見られるかもしれません。これでもボットにも入れよう、ね、多分イーブンぐらいの。待って待って、トゲトゲのが走ってるの見えた。ボット寄ります。待って、トゲトゲの来た、トゲトゲの来た。さあ、ボットへ相手3人いるというところですが、どうでしょうか。さあ、ランブルが死んでいる。はい、入ったら入ります。さあ、この辺りボットへ、ニートが突っ込んでいった。あー、当たんない。3対1というところ、ランブスにスネアが入って、ここはどうでしょうか。振り切りました、まずはパイプを落としている。さらにはラムスを落とし切って、残るはアッシュですが、あ、ラムスは落としていませんか。ラムスは生き残っています。しかしここはしっかりとミソし、追撃して一発二発。パイプ取ったのはカイプルでした。そうですね、キルシャが5対8と拮抗してまいりました。はい、うん、サリーズが温かくやってきましたね。今のボットレーンの一連のまあ集団戦はどういうところが光りましたか。そうですね、相手のラムスのガンクに対してしっかりとミッドジャンルに乗ってカウンターを返せたというのが本当に素晴らしかったですね。神、ありがとうございます、まあ、しっかりと音羽さんに乗せていたと。さあ、一度この小規模の集団戦を制したというところで A3B に改めてどういう戦い方が求められるでしょうか。そうですね、先ほどの試合でかなりジンクスにゴールドが集まったので、そのジンクスをどう生かすかを考えていくといいかもしれませんね。なるほど。さあ、しかしこのボットのアウタータワーしっかりと折り切るのは小笠原水産で、さらには突っ込んでくるパイプのフラッシュイン、ウルトで取り切った。これはカエプルも落とされてしまいます。足当たった、フラッシュないで避けられねえ、ごめん。今のプレーいかがですか。そうですね、あのタワーが折れるタイミングに合わせて足のウルトで仕掛けるという相手の素晴らしい判断で、しかも足のウルトを見事当てるということで綺麗に投げましたね。下がります。来てる来てる。さあ、リットヘラルの獲得は小笠原水産です、うん、どこトップで出してくるのかな、どうだろうね。トップちょっと危ないかもしれない。リットのアウタータワーも後ろから多分、うわ、ほんとだ。さあ、トップでラムスとカルマの1対1ですが、ランブルとしっかりと戦列に加わる速度も速い。怖い。さあ、一度は追いつこうかという流れだったんですが、キルさんもう一度開いて5対12です。上2人下1人なんで、しかしミッドは取り切れますかね。あっと、CC スタンが入っているのはこれがアウト。多分一回引きましょう。うん、引こう。で、下押してきます。はい、私ここにいます。計算メリットしたオブジェクト、まあミッドを取りたいって感じですかね、うん、そうですね、ミッドタワーが一番重要度としては高いので取り切りたいですね。ミッドセカンド、やだー、落とされました。あと、ミッドレーンでここでオトハスが落ちてしまった。ミッドいきます。この吉田山がしっかりと粘りを見せていきますが、チーム全体として成長しているのは挟んでくる、挟んでくる、小笠原水産です。すごいことだな、これ。ミッドのセカンドタワーのあたりです。ランスに対しては回復が入っているか、ジンクス決めているが、どうか。吉田山突っ込んできた。しかしまだ誰も落ちていないという状況、ジンクスが落ちてしまう。ターゲットめっちゃやだ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 。ダブルキル獲得、相手チーム小笠原水産です。トリプルキル。いやー、フォーカスされてる、申し訳ない。3人が落ちてしまいます。今のも取れるかなと思ったシーンでしたが、そうですね、惜しかったですね。オトハスさんがもう少し早く上がっていればもしかしたら3キル繋がったかもしれないんですが、まだデッド中だったので惜しかったですね、はい。まあ、味方が1人落ちているというところ、このあたりもしっかりと後期と見てしっかりと攻めてきたのは小笠原水産です。ミッド守りに行きます。オッケー、怖い。一
キルさん5対16。あ、であればあとはどうでしょう、ドラゴンであったりバロンマスターというところになりますか。と視界取りに行きます。そのオブジェクトファイトで、さあランブルが突っ込んできている。上から行きます。ユラのカルマとジンクスで行きますが、さあ2位以降オトハスがしっかりと突っ込んでいっているが、体力が削りきれないか。あと少しというところなんですが、ランブル右足が速い、取り切れません。ちょっと悪いですね。いや申し訳ねえ。なかなか、あ、なんかごついのって。ヘラルドはボットレーンでの召喚です。ダメ、ヘラルド。ねえ、こいつ。こいつ。さあ、ジャングルスキングスが。こうなってくると相手はいろんなレーンにスプリントしてです。もう一度。ラムシール。います。さあ、上からパイク来るかも。ラムシ殺せるなら殺したい、これ。さあこのラムスですが3対1という状況。後ろから追っかけても込んでいく吉田山。行きます。次入ってさあウルト突っ込んでいった。さあ打ち上げボッカスさんが入りますが、さあここにカヤンが突っ込んでくる。まずはラムスを落とし切りたいというところになりました。いけ、落ちてしまった吉田山。いけるいけるいける。ラムスはどうやら落とせそうです。このパイクはどうか。いやラムスまだ生きているか。ミソシーも落とされてしまって、オトハスが今度は逆に2対1に囲まれる形になっていく。さあパイク、ここも引き付け決まっている。一度目決め切った。 A3B に3人が落ちます。でもナイスチャレンジ、ナイスチャレンジ、うん、成長成長。ラムスがいいベイトでしたね。そうですね、やはり本当に硬いので、まあ倒せそう倒せそうということで、深く深く相手を追ってしまうと最終的には逆に囲まれてしまうというような、まあ集団戦のお手本のような形でしたね。小笠原水産、この辺り連携力になります。あー、いる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 。さあ頼みますのはジンクスか。頑張ろう、まだ大丈夫、いけるいける。 ATB はおられないようにちょっと頑張ろう。ちょっとワード置きたいな。ねね、視界取った方がいいと。ニットちょっと守った方がいい。こうなってくるともうサマーズリフトにはバロンナッシャーが出ているという状況ですので、まあ相手がこれをどうタッチしに行くでしょうか。そうですね、相手が今4人見えてないのはちょっと怖いですね。もしかしたらバロンに触ろうとしているかもしれませんね。バロン行きたいけど、刺しに行きたいけど、見に行きたいけど、ちょっとね、むずいよね、これ行ったら殺されちゃうよな今。一つ、まあ、集団戦人数差をうまく使って相手を一人一人と落としていきたいですね。そうですね、ちょっと一回戻ります。はい、ランブル来てるからトップ行きます。なんか来ちゃった。ちょっとインクビタータワーのあたりでは相手のランブル、このランブルがまあまずは石膏のような形じゃないですか。ただ今ウルトを使ったので、ここキャッチできれば綺麗に繋がるかもしれないですね。ちょっと、さあどうでしょうか、誰か来れますか。ランブル行けますか。今行ってます。さあここでミソシーのジンクスが変わる変わる出てきました。スイッチです。ちょっと一回戻ります。さあしかしこの辺りにラムスがいます。アイラさんのカルマ、わあめっちゃいるじゃん。揃ってきた、めっちゃ揃ってきた。ミソシーの方は相手のグルーピングしています。5人です、5人がいます。ラムスが突っ込んできた。高い背景があっという間に落とされてしまう。ここで吉田山の場合もどうか、溶かされてしまうのか。あっという間のゲームローさん、ここは落とされてしまった。アッシュ、オトハスがウルトを吐いている。アッシュ、この体力でまた攻めてきます。でもいける、まだ硬いね。さあタワーも破壊されてしまうが、相手の体力ほとんどないという状況です。やだ、しかしどうか、ここは落とされてしまった。逆にオトハスです。いける、落とされた、落とされた。まずは一つ落としきりました。シャットダウン、ジンクス、ミソシーです。さあそしてこのランブルもどうやら落とせそう。このパイクまでいけるかどうか。でもミニオンやらないとあれかな。やはり強い漁業の小笠原水産です。このあたりは本当にもう囲い漁のようにですね、コメントしてなかったですね。そうですね、まあ、やはり漁業関係ということでフィズやナミといった魚系のチャンピオンが来るのかなと予想していたんですが、もうガチガチのもうタンクチャンピオンでしたね。火炎放射器を吐くランブル。キル差は22対8。あ、ここいる。バロンやろうとしてる。バロンやってるね。どうする。でも行く、行かない毒、まあ、パイクというところで、ね、当たった方がいいけど集まれるかな、ね、行く、みんないるよ、向かってます。今みんな視界が取れれば、視界が取れればだけど、このあたりバロン戦になるでしょうか。ここ受けます、大
待機されてるかもしれない。アンブッシュという戦略も巻いてとしては取る可能性もありますね。やってるやってるやってる、当たろう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 、はい、さあ、はい、これがどう出るか。入れる、バロンの体力の残り半分という状況。さあ、もしかして、よし、頭を上げている。ナイス。まずアッシュを落として、さらにどうか、ニコのパイプを落としている。ランブルが出てきました。ユラさんもしっかりとダメージ与えている状況で、ランブルをしっかりと削り切れるかどうか。ナイス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 。これ逆にバロンいいですね、相手チームが4人落ちています。ユラさんがしっかりと壁になって、まだ連続集めるという場面もありました。はい、これバロン触るべきですか。行く、バロン行こう。はい、いよいよ。あ、やばいやばい、あ、待って、殺されちゃった。これ乗ってあげて、これ乗って回復してあげて。あっと、しかしこの間に音発が乗りたい落ちています。来てる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 。あー、ごめん、相手の大丈夫です。でもテレポあるんで、ニーコがまだ生き残っているという状況。バロンからは一度ここは撤退という判断になります。一度集団戦制しているということで、チャンピオンもみんな育ちました。そうですね、かなり先ほどの試合は大きかったと思います。本当にジンクスと、そのジンクスに、パイプやランブルを行く。なるほど、行こう、はい、行く。ランブル来てるよ。積極的に当たろう。あ、いるね、左。どれ優先とかある、ラムス。足を、ミソシーを、ジンクスを、アルティメットでサキちゃんが捕まえて、ランブル後ろから、我々は手前からやる感じだね。この辺りがしっかりと壁役になれるかどうか。さあ、ランブルが突っ込んできている。ごめん、ナイス。はっかりしている。どうでしょうか。先に倒されてしまった。音発ですが、ラムスがフラッシュイン、ダブルキル獲得はランブルです。さあ、さらに吉田山杯、ここはオールダウン、オールダウン。いや、今の視界なかったところから申し訳ない。獲得は小笠原水産です。悔しい。レスタイムは平均30秒。これはやだやだやだ、これはもう持ちませんね。バロンバフもついた状況です。ネクサスタワー1本目、そして2本目を獲得。この第一戦制したのはチーム小笠原クイさんです。でも上手だった相手が、ね、うん、え、思ったよりもなんか集団戦みんなちゃんとなんか、うん、ね、チームワーク感があった ね、負けちゃったけど上手に当たれた時は勝ってたね、うんうんうん、成長成長してる。さあ、ということで改めて、まあ、惜しくも1戦目は敗れてしまったんですが、ちょっとそれぞれから感想を伺いたいと思います。まず吉田山はいかがでしたか。まあ、その集団戦を仕掛けたりとか、まあ、キャッチしたりとか、多少集団戦の助けになれたらいいなと思ってるんですけど、もうめっちゃ悔しいですね。なんかもっと自分に何かできることがあったんじゃないかなとか、もうめっちゃ悔しいです。なるほど、悔しさがにじみ出ています。もうほんともういいですよ、その悔しさがいい感じですね、本当に、はい、まだもう一戦ありますからね、はい、はい。さあ、ということでゆらさんいかがでしたか。はい、なんかそのタイトップの人の動きがすごすぎて、はい、勉強したいなと思いました。でもゆらさん結構いい試合しましたね、今回ね。そうですね、かなりダメージトレード勝ってるシーンありましたからね。本当ですか。落とせ、相手のキルも奪っていましたし、まあ、壁役としても最後集団戦できていたので、はい、寝起きの方がいいんじゃないですか。え、いやいやいや、寝起きの方がいい。あと一戦あるんでね。はい、お願いします。はい、さあ、そして味噌汁。いや、ほんと悔しいですね。眼球を食らいまくってちょっとフォーカスされて、序中盤ちょっとこけて、ほんとダメージが伸び悩んで、ほんと今回先輩だったんでめっちゃ悔しいし、次はちょっとフラッシュ持ってね、ちょっとなんとか CS 追いついて余ダメージ上げたいっすね。申し訳ないです、悔しいです。いいですね、悔しさがマジで、マジの悔しさが出てきましたね。そんな喋るってぐらい喋ります。えらい。さあ、そしてカイプルさん。はい、前回よりかは自分の無力感みたいなものはちょっとなかったので、そこは良かったなと思うんですけど、やっぱり悔しいのと、うん、なんだろうな、もう悔しいしかない次はちゃんとボコしてやるんだから、うん、っていう感があります。素晴らしい。はい、はい、さあ、そしてオートハース。はい、やっぱりチーム感は相手の方たちの方が上だったかなっていう、集団で動くことは相手の方ができてたので、それがちょっと課題かなと思ってて、うん、で、私さすがに女子チームということで今回女の子使いたいなと思って、2個練習してきてて、みんなの足を引っ張るんじゃないかなっていう不安が
あったんですけど、なんかダメージ見ても結構出してて、一番出してて、なんかあの自信にもなったし、なんか新しいチャンピオン使うのも楽しいなって、うん、ちょっと新しい扉を開けた感はありますが、めっちゃ悔しいは悔しい、でももう一戦あるからね、うんうん、頑張ります、うん、はい。おのおのから悔しいという言葉が飛び出しているんですが、コニーさん、はい、今の一戦振り返って印象に残っているシーンなどありますか？そうですね、やはりそのバロンファイトで一度勝った後なんですが、その最後の集団戦ですね、その敵チームのウルトやスキル構成を考えると、あの狭い場所で戦うというのはかなり厳しいと考えるところだったので、そこで戦ってしまったところを反省したい、カウンターガンクなどを決めて、光るシーンがあったので、次の試合に向けてそれをうまく活かせればいいかなと思います。なるほど、本当にあと一戦ということなんですけれども、最後は皆さん勝ち切りたいですね。勝ちたい、ね、これで負けたらまた次も収録しましょう。じゃあ勝つまで収録しましょうね。皆さんとかにも手伝ってもらおうかそうは問屋が下ろしませんさあ、ということでね、まあ、今の試合もそれぞれ頑張ってはいたんですけれども、 MVP プレイヤーということでどうでしょうね。やはりあの対面のランブルに対してダメージトレードを全く五分であったユラさんというのが結構光ったように見えたんですけど、いかがでしょうか？そうですね、やはりちょっと寝起きの状態の中で、いやでもランブル一応倒してましたからね、はい、MVP としてもふさわしいんじゃないかと思います。マジですか？なんかいつもより成長なのか、プレーにキレがあったのか、頭が覚醒状態なのか、よく睡眠が取れていたのか、はい、分かりませんけれども、今回の MVP はユラさんと、あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、させていただきます。はい、ありがとうございます。今日の感想は、とりあえずすごい強い人と、まあ、戦えるっていうのもすごい大事なことだと思うんですけど、そうですね何ですかねあの、喋りの頭は覚醒してないよ。あの、はい、そうですね、あの、練習しようかなって感じです、はい、次回寝坊しないためにはどうしますか？早く寝るという習慣をつけたいなって思いましたはい、わかりました次回の第8回目がいよいよファイナルマッチ、そして A さん B のリベンジマッチと、うん、次回果たして漁業組合小笠原水産に勝てるのかどうか注目してください。